まいまして、はい、入ってくるシーンだけテイク2ちょっと。あ、オッケーです。すみません。あ、トークは取れてるんですけど。演技力が問われるからこれは。すみません。頼むよ。失礼します。あ、お疲れです。お疲れです。お疲れ。いやお疲れお疲れ。はい、来週より。お疲れ。第7回目のシャイニングレビューは江川雄星選手に来てもらいました。お疲れです。よろしくお願いします。はい、ナイス勝利。まあ、栃木を迎えるときは4戦連続かな、4連勝で臨んだわけで、はい、なんかもう周りから見たら勝つことが当たり前みたいな、うん、長崎は勝って当たり前みたいな雰囲気感の中、試合に行って、まあ、勝つのってまた難しいと思うんですよね。はい、でその中で、まあ、栃木を迎えるにあたって の, その自分自身の試合に臨むイメージというか、まあ、プレッシャーというのもありましたけど、うん、まあ、自分たちがやることは変わらず、はい、そのまま今までやってきたことを全力でやって、それをすることによって結果がついてくるんじゃないかなというのを思ってたんで、お、はい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 、まあ、いつもと違ったというよりも、まあ、いつもと同じことをやったら勝利がついてきたっていうことだと思います。そのあたり松さんからはなんか試合前のミーティングとか前日のミーティングとかで何か話って。そうですね、まあ、相手が結構アグレッシブで、はい、結構プレッシャー強くて、はい、球際にも激しいチームだったんで、うん、そこに飲まれずっていうか、うんうんうん、そこに吸収されず、まあ、自分たちがやることをしっかりやれば大丈夫っていうのは松さんからも言われました。あ、まあ、落ち着いてこうボールを回してたように見えたんですけど、うんうん、その辺はなんかこう相方の新里選手なんかと話はして入ってたんですか。そうですね、まあ、相手が結構前から来るっていうチームで、はいはい、あとセンターバックにサイドハーフが来る。センターバックにする、ああ、はいはいはい、相手のサイドハーフが来るっていうことを分析で知ってたから、うん、まあ、そこをちょっと距離見ながら、まあ、食いついてきたらすぐ左の肘にパスして、はい、まあ、肘が持ち上がってフリーでっていう、そういう流れは練習でできてたんで。あ、やってた練習で、まあ、それがうまくはまって、まあ、後ろはうまくボール回せたかなっていうのはあります。ああ、じゃあもうイメージ通りだったんですね。まあ、またそういう話をなんかね、あの優勢から聞けるっていうのもなんかだってあれ、あのね、キャンプ ね、一緒に行って一緒にやりましたね。あの時高校1年生、あの時高校1年生高1で、まあ、僕がまだ現役だった時に宮崎でキャンプ、トップチームのキャンプに来てて一緒にセンターバック組んでたわけですよ。本当ですよ。マジあの時マジ一人で行ったから気まずくてやばかったですよ、本当。でもあの時ね、そうアビスパにね、チンチン0対5で怒られてね俺らダメかって言いながら話して、それがですよ、今はもう核となってセンターバックで試合出てるっていう、なんかこう面白い話ですけどね。ジュニーニョ選手とのクラッシュ写真、あれ大丈夫？あれはもう俺の完全なミスですよね。はい、あれ完全で、いやもうコントロール大きくなった瞬間にもう、あ、やばいって思って自分の中で、はい、体は大丈夫ですか？大丈夫でしたね。まあ、あとは雨の日のゲームっていうこともあって、ね、センターバック結構気を使うと思うんですけど、はい、なんか気を使いました？スパイクとか。そうですね、プレーとかで、まあ、この前滑って失点したところは自分があ、確かに ね、 そうすね、あの時雨の日、雨です、雨の日かっていうのも反省があった中で、今回はじゃあどういう対策を、ね、いや、まずは早くボールの前に入るとか、はあはあはあ、まあ、体で止めるとか、そういうのは意識しながら今回はやりました。あ、スパイク自体はもう前 も, 前も一緒取り替えでやった、あ、やってたけど、うん、じゃあそのじゃあプレーの対応のところをちょっとこの前の反省を生かして、はい、あ、でもそういう話が聞けるっていうのはいいですね。うん、身長がね、そうですね、公式では何センチだっけ。175ですね。1年目なんかどっかの身長、ずっとそこから変わってないんですよ、俺身長、体重も。本当は175センチ。いや、違いますよ。あ、違う、本当は179ですね。9センチメートル。9センチやばいね、179ですよ。なんか175センチって
相手ごまかしてますね、これ相手を相手油断させる。そうそう、179cm ってなったらまあまあ高いかな。センターバックにしたら、あ、そうか、まあ、そう、センターバックにしたら179はもうちょっと身長が欲しいところではあるんで、ね、でまあその中でもすんげえ高い選手とか、はいはいはい、ごっつい選手とか今までまあ相手してきた中でゼロで抑えてるっていうのは、うん、何かこう自分の中でこれは掴んだとかこういうふうなプレーを心がけてるっていうのは何かあります？そうですね、まあ大きい選手とか外人の選手とするときは、うん、あんまりちょっとくっつきすぎず、はいはいはい、まあ、くっつきすぎるとうまくターンされたり、はいはい、体使われてもうパワーで押し込まれたりするんで、うんうんうん、そこはちょっと距離を置きながら、はい、でボール離れたりボール離した時とか体勢崩れたなって思った時にうまくそこで体寄せてボール取ったりとか、まあ、大きい相手の選手の時はそんな考えてやってます。いやーそんな考えが生まれちゃったかっていうか、あのさ、なんか専門的な話になるけど、こう距離取ったら、はい、上手い選手ってこうくるってターンしたりする選手、はいはいはい、いるじゃないですか。そうなるとまた対応がまた変わってくるのかなと思うんですけど、それはやっぱりなんか相手のもらう位置によって決めますね、はいはいはい、もしそれが高い位置、相手陣地の側だったら、うん、まあ、そこはまあしょうがないのかなと思うんですけど、はいはいはい、まあ、ゴール前とかになったらやっぱりタイトに行ってもう振り向かせないっていうところ。それはどこで身につけたんですか？それは教えてもらったりとか、もう自分の中で、いや自分の中でやっていったり、まあ、去年出てる選手をちょっと見ながら、うん、ちょっと学ばせてもらったりとか。それはでもユースの時とかも意識は意識はしてました。あ、してたな、うん、その時からじゃあレベルが高かったと。いや、そんなことです。いうことじゃ あ、 まあ5000連続無失点はまあ俺のおかげだと。いや、そんなことないです。そんなことないです。そんなことないです。すいません。今のは僕の。失礼しました。まあ、あれはボールが本当に素晴らしかったですけど、ね。いや、ひじりのボール素晴らしいです、ね、やばかったよ、ね。鳥肌もんですね、マジで。あんなのがあるんかと。で、まあその前に、戸倉選手も呼んでたんですよ。はい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 、あの間でね、ディースとディースの間でいて、ちょっとこう手やってたのよ。わかんないと思うけど、はい、まだ見てないからね。やってて、そこに来て決まったから、この辺なんか意思の疎通感あるんだろうなと。後ろから見ててすごかった。そうですよね。そのままの勢いでもうボール、うん、トンって、ね、まあ、あれを決めるあたりも本当素晴らしいなというふうに思ったんですけど、ね、これがあったと思うんですけど、ね、あれはもう最初の、うん、なんていうんですか、エンジン組むときに、はい、徳さんが富の子供生まれたからみたいな、点取ったらみんなでやろうっていうの。あ、で自ら点を取って。そうですね、すごいですね。すごいですね、本当。次の試合が本当にここ大事になる一戦だと思いますし、まあ、強力なフォワード、うん、ルキアン選手だったり山田選手、オース選手がいるんですけど、その辺について何かもう考えてることありますか？まあ今上位の、僕たちよりも上位のチームで、はい、まあ、力は絶対あるんで、うん、まあ、そこに負けないように戦っていきたいなっていうのはあります。もうやることは変えずにと、うん、まあ、自分たちのサッカーをして、そうです、ね、勝てるようにまた1週間やっていきたいと思いますね、はい。まあ、じゃあその思いっていうのを次の、ファンサポーターの方々に向けて力強いコメントを、次の岩田戦は、まあ、自分たちよりも上位のチームで、まあ、ここに勝てないと J1 には上がれないと思っているので、ここでしっかり勝って、まあ、上との勝ち点を縮めて J1 昇格に向けて頑張っていきます。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。以上、はい、7回目のシャイニングレビューは江川雄星選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ本当に江川選手が高校1年生の時に僕と一緒にプレーをしたというのもあって、すごいこう感慨深いところもあるんですけども、今はあのセンターバックで体を張って、チームのこう核となって
ディフェンスリーダーとしてやってくれてるのが非常に嬉しく感じましたし、まあ、プレー面でいうといろいろなこう自分の中で身長がねちょっとどっちなのか分かんないんですけども、身長が4センチ伸びたかもしれないですし175か179っていうのもあってね、身長がこう大きい選手ではないんですけども、それなそんな中で、強靭なフィジカルがある選手、外国人選手もいますし、身長が高い選手に対してどういったこう対応しているのかっていう話も聞きましたので、まあ今後ねまだまだ若いので、これから先もっともっと成長してくれると思いますし、まあ、また日本代表なんかもこう目指してほしいなというふうに個人的にも思いましたので、次節本当にこう厳しい戦いが待ってると思います。そんな中でやはり自分の力っていうのがまたどういうふうに発揮できるかできるのかっていうのも、江川選手自身もこう力が入る部分だと思いますので、そのあたりもまた次の試合期待して見ていただけたらと思います。それと同時にまたシャイニングレビューも僕なりに頑張っていきますので、ぜひ期待してお楽しみにしていただけたらと思います。それではまた。